つまり、後宮家の生殺与奪は、金貸したちの手に委ねられていたわけですね。彼らがほんのわずかの気まぐれを起こして、突然この家を売り払ったら、私たちは今すぐにも荷物をまとめ、出て行かなくてはならないということですね。理屈上はそうだ。だが、取引の相手はいずれも社会的信用のある人物ばかりだ。サラ金じゃないぞ。経済人同士の信用取引だ。私も相手を信用している。相手だって私に金を貸すことで私が大きな事業を成功させ、投資した額が大きくなって返ってくることを信用している。委任状を預けたのは私の誠意と事業の絶対の成功を疑わないからだ。ここで渋ったらどうなる。自分の事業に自分で自信が持てないことになるだろう。お父様は亡くなりました。すると、どうなりますか？あなたの借金が白日の元となり、他の兄弟たちに咎められることになるわけですか？それだけでは済まない。ともに、刑事訴訟にも及ぶだろう。刑事訴訟？どうしてですか？君は知らない方がいい。とにかく、絶対にこのことを誰にも知られてはならぬと。私たちはどうなるのですか？心配することはない。君は信じてくれんな。景気は今確実に上向いているんだ。私が都心で投資した不動産価値はみるみる上昇している。今それらを統合して巨大ビジネスタワーを建設する計画が進んでいる。これは私のこれまでの投資の中で最も確実で最も大きな成功をしているものだ。それは身をつけるのにまだ時間をかける。絶対に確実だが、今すぐというわけではないのだ。その事業の成功は、借金を返済するに足りるものですか？もちろんだと思う。これまでの借金を全て帳消しにできる。だから信じてくれ。もう少しだけ時間が欲しいんだ。しかしお父様は、もうお亡くなりになってしまいました。もうその時間はないのですよ。わかっている。わかっているとも。だからどこかから金を調達して今すぐに借金を返さなくてはならない。とにかく金が必要なんだ。金が大量に今すぐ。
そうだ。親父の隠し黄金。10トンの黄金なら200億の価値がある。あれさえあれば。そうそう。あれさえ見つかれば万事は解決する。夏日、あれだ。魔女の碑文だ。あれを解こう。一緒に解こう。黄金さえ見つかれば万事解決なんだ。そうそう。この島のどこかに隠されてるはずなんだ。あれさえあれば。あれさえあれば。一体、あなた、やめてください。そうだ、ジェシカにも協力してもらおう。子供の感性でなら解けることもあるかもしれない。今は一家の一大事なんだ。みんなで協力し合わなくてはならない。そうだ、あんなの親父が作った気まぐれな謎々なんだ。解けるはずさ、解けないはずがないんだ。それしかないんだ。ああ夏日、本当に良かった。まだ手は残っていたんだよ。こんなに身近に、この島に黄金はある。それさえあれば万事解決なんだ。夏日、ジェシカを呼ぶんだ。今すぐここに。家族の危機は家族で乗り越えよう。さあ早く、黄金はこの島にある。すぐ身近にあるんだ。いい加減にしてください。そしてどうか冷静になられてください。後宮家の一大事にそんな夢みたいなことを言い出してどうするというのですか。夏日、あなたもよく頭を冷やされて現実的な金策をお考えになってください。私も頭を冷やしてきます。待ってくれ夏日。大変失礼いたしました。奥様、お怪我はございませんか？私は大丈夫です。放っておきなさい。かしこまりました。源氏、お父様の書斎はどうなっていますか？そのままにしております。南條先生は客間におられますが。そうですか。書斎の鍵は持っていますか？はい、ございます。お貸しなさい、しばらく。私とお父様の二人きりにするように。もし主人に私のことを聞かれても知らないというのですよ。かしこまりました。愚かな私たちを、どうかお許しください。私と主人は、お父様の築き上げてきたものを受け継ぐことができます。罪深く、愚かな私たちを、どうか、どうかお許しください。そして、もしお許しいただけるならば、どうか、愚かな私たちを、お導きください。
やかましいぞ。私は沈黙を尊ぶといつも言っている。またクラウスと喧嘩をしたのか。嫁をいたわらぬとは。クラウスめ、私の悪いところばかりを受け継ぎよる。お父様、なんというみそぼらしい顔か。顔を笑え。仮にも後宮家次期当主の妻ではないか。そんな情けない面を使用人に見せてはならぬぞ。失礼しました。当主の座が継承されたと同時に早速厄介事が起きたようだな。はい、お父様。夫を支えることができませんでした。本当に申し訳ありません。つくづく後宮家は呪われている。私が当主を継承した時もそれはひどいものだった。お前たちの苦難などまだまだ可愛いものだ。お父様の苦難の日々はよく存じております。そして戦争が始まった。当時の私はもう生きていくことに疲れ果てていた。戦場で死ねればと願ったが前線には送られなかった。しかし日に日に戦況が悪化し本土決戦の時が近づいてきていた。私は不謹慎にもその日が早くやってくることを願っていた。私は魔女と契約を交わし黄金と狂気の力を与えられた。その日を境に古き私は死に狂気の魔力を得た新しき私が誕生したのだ。存じております。そして戦後お父様は天才的辣腕にて後宮家を復興させるのです。
そうですね。お父様は戦争からお帰りになり、魔女ベアトリーチェを従え、真の意味での後宮家当主となられたのです。そうだ、ベアトリーチェに出会う以前の私は当主と呼ばれるだけの人形に過ぎ、私は黄金の魔女を従えて初めて当主たり得たのだ。お父様、その黄金の魔女は新しき当主である夫クラウスには力を貸してくださらないのでしょうか。貸すであろうな。真に当主を継承したならば。真に継承するとはどういう意味ですか。真の意味で後宮家の当主としての責任と誇りを持てるかどうかということだ。夏日、お前ならば分かっているはず。当主とは血で継承されるものではない。魂と信念によって継承されるのだ。クラウスが我が長男であっても、それがなくては真の当主とは呼べない。そしてそれが心に宿されていたなら、その人間はたとえクラウスでなくとも立派な新しき当主である。黄金の魔女ベアトリーチェはその真の当主に力を貸すであろう。そうであるな、ベアトリーチェ。